ありますよね、ずらっと並ぶときつい,やいお言葉を中島さんから頂きました輪島さんに「えっ、ー、何よ?」「木の上」ってのは一番最初の年回りですこの第一番目っていうのがこの文字としては大事なんだそうです兜町では先ほど言いましたように「えー、辰巳天井」とよく言われますけどもじゃあ辰巳の年その前の、えー、辰巳はどんなあ ことが、どんな株価のパフォーマンスだったか、ここに出ておりますように、大転換時代の真っただ中にあるということなんです。まあ、グローバリゼーションからローカライゼーション、これは、武者さんも1971年、ネクションショックから始まるだと、これは金融的にはそうなんですが、人口流体的には、1990年のソ連の崩壊というふうに私は認識しています。 で、それまでの世界経済っていうのは G7 が世界経済の約90数を握っていた。その当時の GDP は約20兆ドルです。しかし、ソ連が崩壊したことによって8億人の自由主義経済圏が支配していた世界に、なんと30億人の非自由主義経済圏の人間が流れ込んできたわけです。そして、社会主義も共産主義も資本主義も関係なく、 賃金利の安いところがあれば世界中どこにも飛ばっていくと。まあ、これはある意味じゃ人口流体的なグローバリゼーションだと思っています。で、えー、これはあの長期のトレンドです。で、あの、日経平均の長期トレンドで、これ、月足ですね。まあ、先ほど中島さんのあの月足のチャートもありましたが、これ、あの、下段にありますのは、これ、サイコロジカルラインです。要は、あの、12ヶ月の間、要は1年の間にどれだけ、 株価がが上上昇ししたたたかかっっっててて前月比で上がってきたかっていうののを割合を示したものになりますでこれご覧いただきますとこれはあの2000年の IT バブルの時からまあ23年分のデータを取ってるわけですけどこれで見ますと日経平均の月足チャートっていうのは83.33%以上上がったことないんですよアブミクス相場でもそこまで上がってませんそこまでしか。 でこれで見ると実は今年の6月がピークになってましてそっから落ちてきてるんですよねですから私まあいろんなところにあのまあ番組いろんなところ出させていただいてますけどもその当時から、まあ、ずっとこの長期の過熱感ということをお話ししておりまして、えー、結果的にはまあここでですねピークアウトしてしまったとですから私はあのこのチャートを見る限り えー、まあ過去のピークから調整局面っていうのはまあ短くて半年ぐらいで長くてもう1年以上あのピークあの調整してますので高値を取るまでもっとかかってるんですよねこれ今言ってるあの半年とかっていうのはこれ安値までの話なのでそれ、はい、あの4年ぶりですね皆様ようこそお越しくださいましたあの <laughs> で、あの、一番上は90年の10月です。えー、月間で4200円日経平均が上昇しました。で、上昇率で言うと20%ぐらいです。 であのまあ、そういうのがずっと並んでるんですが、7番目に黄色く印したところが、一番直近、今年の6月です。この時に2300円月間で上がりました。で、もうちょっと更で12番目にまた黄色く色をつけておきました。これも今年の5月です。5月6月は、えっと、値幅だけで見ると、パーセンテージはちょっと脇に置いておいて、値幅だけ見ると、過去、あの、まあ、1976年以降、まあ、グラフで描けるのはそれだけなんですね。中島 <laughs> キャスターも76年以降は同じネタ元を使ったんだろう なっていうふうにグラフでは思いますが、今日すごかったですね。あそこウイニング地と言ったらいつも楽しみにしてるんだよ。漫談って。七 <laughs> 月私実況やってるんですよ。まあ、それはそうとして、ちょっとえっ、ー、と、あ、出てんのか。これね、15年間の歴史です。で、えー、とっと。ずっとこの15年間、一番左がリーマンショックだから、そこから15年間、私実況やってるんですね。で、その間。 変わってないののが次のページ、えっと、マーケットとしては、えっと、日本は、えー、1989年末から、まあ、先ほど来出てますけれども、えー、30年間失われてきてますと東京証券取引所の PBR の修正 もう皆さんもあの今ホームページに行っていただくと第1回からずっと出ているんですけど PBR の修正、まあ、要は株価純資産倍率について一、えー、倍割れっていうのが日本はもう半分以上あって。